ははい、いこんにちえっ、ー、と現時点で ANZU で世界最高の熱、ね、スコアを叩き出している、えー、レッドマジック3、えー、ゲーミングスマートフォンでありますけども、えー、ここの、ね、ゲーミングスマートフォンレッドマジック3も先日発表されたスナドラ855プラスを搭載したバージョン、うんえー マイナーアップモデルを出すという予告が出ましたね現状で世界最高スコアをね叩き出してるわけですよでまあ、もちろん中の機能というところもね蓋開けてみたらやっぱりしっかりとしてるところでありますよ冷却性能しかり。 冷却性能冷却性能は特にすごいことにはなってますよね冷却ファンが、まあ、1万4,000回転ですかされるファンが搭載されていてっていうところがまず一番注目度が高かったというかびっくりされたところだとは思うんですけどもまあその 1> フ1 4,000回転するやつですけども1時間例えばそのファン回しててもバッテリー1%しか消費しないっていうこの消費電力に関してもそれなりにこう目を見張るものがあるかなっていうふうに個人的には思ってたりしますしまあその冷却ファンも含めてですけども、えー、その他にこに冷却性能を高めるための工夫っていうのが相当されてたりするんですよね。 うんまあ、ヒートパイプしっかりその銅やアルミを使うっていうところもそうだったりとか多重構造であったりとか、まあ、いろんなところがですね相まってそれをまあひ,とひとくくりにして IS2.0 っていう名称,を含め名称にしてのこう冷却システムというところでやってるわけですけどもファンをつけてない時とそうやってつけた時っていうかでは16度も差があるというところを、えー、まあ ですかアピールポイントとして歌っていてやっぱそういうところも相まってでしょうねそうやってアンツで世界最高のスコアを叩き出してるっていうのはそういうところなんだと思いますよでそのほかにもやっぱゲーミングスマートフォンですからあの画面のリフレッシュレートも高かったりとか有機 EL ディスプレイでかいのでかいね有機 EL ディスプレで搭載してるのかいやしっかりと HDR にも対応してるとかねそういうこういろんなところもね 気わわれてるわけですよ、うん、そしてゲーミングスマートフォンらしい派手派手なデザインというところになっているモデルでこのアンツツで世界最高スコアを叩き出してるこのスマートフォンがさらにですよ現状のスナドラ855で世界最高の得点を出していたわけですけどもスナドラ855プラスを搭載してくるというところにこれまたあれじゃないですか もうスペック高いのが本当好きで好きで仕方ない方またはそのゲームを本当にあにやり込むことが大好きだという方にとってはたまんないことになってるんじゃないかなというふうに思います。うん、現状その中国メーカーがこのスナドラ855プラスが発表されてもひっきりなしに我も我もと私も私もとそこ採用するよ採用するよと声を上げているわけですけども。 しっかりとこのレッドマジック3も来るというところでまあゲーミングスマートフォンはね特にこういうところにいち早く反応してくるっていうのはそれこそこうモバイルゲームを楽しんでる方からすると何て言うんですかねこう心湧き立つというかなんか今変な日本語だっていうような気がしますけどもあよくぞやってくれたというかねその反応の速度だったりとかそういうところに あのさすがっていうかその気持ちよさっていうのをね感じてるんじゃないかなっていうふうに,個人的に思いますねもちろんあの普通のスマートフォンを楽しんでる人からするとそこまでスペックアップしてどうすんのよと、うん、実際問題別にスナドラ855じゃなくてさスナドラ730とか710とかでも十分じゃねっていうふうに思ってる方ももちろんいると思いますよ冷静に見た場合にね冷静に見た場合そういう方はいると思うんですけどだけどやっぱりこうスペックっていうのはロマンがある。 ロマンがあるし実際問題はそのゲーム一つ取ってそれをやるにしてもそのタッチの反応速度だったりとかグラフィックの高精細さによってその没入感が増すとかっていうところもあったりするしもちろんその HDR にも対応してきてるっていうふうになってくると自分が撮ったあの撮影した写真や動画っていうところまたは映画を楽しむっていうところにも影響してくるんで結構そのゲームだけには 囚われないですねエンターテインメントを楽しむ上ではものすごいいいことになってきてるのは間違いないと思うんですこのゲーミングスマートフォンっていうものが。だからそのすべ全てのスマートフォンが例えば最新のプロセッサーを搭載しつつのなんか冷却ファンを搭載してとか LED で光らせてみたいなとこは別に必要ないと思いますよ必要ないと思いますけどなんかその。 スマートフォンそれぞれぞが売りにしているところ例えばその大画面での映画視聴っていうところを売りにしているもしくはそのカメラでこんないい動画が撮れるんだとか売りにしているそんな場合にはそれぞれをしっかりと1から10までいや100まで楽しめるような形に提供してもらうのが一番気持ちいいわけじゃないですか。ね。 映画をより楽しんでくださいっていう風になってきたらそれがしっかり HDR に対応してるとかさ撮影すごもう楽しんでくださいよって言ったらそれがしっかりと撮ったものを楽しむだけじゃなくてよりでかいバッテリーを積んでよりいっぱい撮影できるようにするとか、ね、4K 撮影をしてたからといって、ね、熱で熱くなりすぎたからカメラが落ちるとかっていう撮影ストップしてくださいみたいなこんなの出てほしくないわけですよ。本 <laughs> 本当だったら、ね、本当だだっったたららね そういういいところにおいてはやっぱり冷却性能だったりこういう画面のねこのスペックだったりっていうところもこゲーミングスマートフォンからその普通のねよりこう π の大きなスマートフォンに落としてきた時にも対応していくっていうふうになってくると俺は期待したいなって思うんですよね期待したいなといかそういうふうになってほしいなっていうふうに思ったりするんですけどまあ何にしてもこのスペック まあ、あんまりその中という言い方あんまり俺個人的にはそんな好きじゃないんですけどスペック中と呼ばれる方さ、ね、らにはそのゲームをものすごく今楽しんでると、えー、やり込みたいんだという方にとってはこの「レッドマジック3」今現状で世界最高のスコアを叩き出すスマートフォンがしっかりと最新の SOC も対応させて出しますよというこの予告をしてきたっていうところに関しては。 俺自身もこう少しこう熱を持って話してるところは伝わるかもしれないですけどまあそれはだって俺自身がスマートフォン好きだからねスマートフォン好きだからそういう最高峰のやっぱスペックも見ていきたいわけですよどんな風になるのかっていうのは自分で買わないにしてもですよ買わないにしても世界最高の今パフォーマンスを発揮できるものってのはどんなものなのかっていうのをやっぱ見ていきたいわけですそういうところで言うとやっぱ俺も楽しみだなっていうふうに思いますよ実際に使うとか 使わなないいいとかっていう話じゃないんですよロマンですから今後どういうことが可能になっていくのか実際,も実際のところで今どこまでが可能なのかそしてそういうものができて成熟ある程度してきたところでもうよりパイの大きなスマートフォンに機能が降りてくるわけですからその先のこの普通に楽しむスマートフォンというかねこの あの普通のライフスタイルの中にこう溶け込むようなスマートフォンとして考えた場合に何がこう入ってきてどういう進化を遂げていくのかっていうのも考え出すと楽ししみでしょうがない、うん、そういう意味ではこのレッドマジック3だったりその他のスマートフォンでゲーミング系ですよねっていうものがまあこの間の,そのログフォン2もそうですけどもそういうものがしっかりと最新の SOC に対応しますっていうのは俺はねいいことだなっていうふうに思います。はい あの言うたらねそんなスペック必要ねえじゃんっていう方は別にそんなことを言わなくてもいいと思う <laughs> あの。こういう高スペックなものを求めていて買う人たちにとっては別に普通のスマートフォンでも十分な部分があるのは100も承知だからね、うん、別に言わなくてもいいと思う。だって好きな人が買うだけなんで。うん で俺なんかは全体を見た時にそんな最高峰のものがだんだんとそのさらにえ普通のハイエンドそしてミドルレンジみたいな感じでごりてきて何がこう今後こうしたたって落ちてくるのか機能としてそういうところもちょっと楽しみにこうなるというか考えていきたいっていうふうになるので俺もやっぱ楽しみに思いますしスマートフォンっていうものの可能性が今後こうどういう方向に広がっていくのかっていうね そういうところでもやっぱ楽しみになっていきますしえ俺自身はこの「レッドマジック3えースナドル 855+」「マイナップします」っていうねこの一声はね俺は素晴らしいものだなっていうもうい,いち早くもうねまあ別に他のメーカーも「はいはい」って手を挙げてるわけですけどしっかりとこの今現状で満足しないという次のモデルまで持ち越さない。 レッドマジック4まで持ち越さないんですよ。レッドマジック3でマイナアップするというね、この素早さに関して、俺はもうね、拍手したいなっていうふうにはね、思いますね。まあ、何しても、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか、期待したいなというふうに思います。ということで、またいてな。バイバイ。